からね。はい、まず中国の王くんほの演技からです。この王選手ですが4回転やるんですね。16歳の中国の新鋭、さあ注目してみましょう。最初はトリプルアクセルからトリプルトーループ、すごいですね。飛んで当たり前の顔してましたね。やはり飛び終わって着氷してからも余裕を感じますね。はい、さあこれでしょうかね。4回転出るかどうか。いった、4回転のトーループ。3回転のように飛びましたね。すごいすごい、4回転をジュニアで見せるんですから、恐ろしい時代になりましたね。シニアでも4回転プログラムに入れてる人数少ないですからね。はい、もう本当に10年前ではジュニアで4回転ってのはないでしょうしね。全くないですね。10年前ではトリプルアクセルもジュニアではなかったんじゃないですかね。はい、なかなかスタートはいい調子。トリプルループ笑顔が出ました。トリプルサルコー、サーキュラーステップの中で2つトリプルジャンプ入れましたね。これは珍しいプログラムですね。新しいジャンプを 見た後にこのスピードちょっとね下がりすぎますね。まだスピードがないように見えますね。はい、それとなお言えばこう上半身の表現力というところはまだまだ一生懸命やってるなという印象はありますね。そうですね、非常に姿勢がしっかりしていて、この高いジャンプトリプルルッツですね。はい、6種類のジャンプの中でも非常に難しい部類のルッツを成功。トリプルフリップ、これもストレートラインを踏んでからのトリプルフリップですからね。ダブルアクセル、中国の王。今のだけ回転が一つ不足しましたね。はい、16歳の中国の新鋭、見事に4回転のトリプル4回転のトーループを成功させました。クワドリプルトーループですね。これが最初のトリプルアクセルからトリプルトーループ。2つ目のジャンプの方が高いぐらいですからね。そしてこれですね。はい、もう一度スローでご覧いただきましょう。頭の位置を確認してもらいたいんですが、1回、2回、3回、4回しっかり回ってます。着氷の後も余裕がありますね。得点はご覧のようになってますが、ちょっと表現力が下がっているのが今後の課題ということが言えるでしょう。